三国志の時代のお祭りはどんな様子だったの？夏といえば地元の盆踊りや夏祭りではないでしょうか。はるか昔からの風習で特別真新しいアトラクションがあるわけではないですが、鎮守の森に町内の人たちが集まり、花火が上がったり、金魚すくいや綿あめ、射的、祭り囃子に浴衣姿など非日常な風景がいつも印象に残ります。では三国志の時代にはお祭りなどあったのでしょうか。漢の時代には年間8日の祭りが存在した。さて三国志の時代に近い漢の時代にはどんな祭りがあったのでしょうか。まず漢の時代の祭りは祝日なので仕事も休みでした。祝日はお正月を除いて上元、上巳、副日、老日、春秋の社、夏至、冬至の合計8日間です。この8日間は国が定めた祭日で、商人も農民も漁民も過酷な労働を忘れ、牛を殺して肉を分けて食べ、酒を作ってたらふく食べて飲んで、ストレスを発散させたそうです。それぞれの祭日を紹介。では漢の時代の8日の祭りについて紹介します。上元、正月15日に行う祭りで、当時は夜中に出歩くことが出勤後により禁止されていましたが、この日だけは皇帝の特別な許しで夜を徹して遊ぶということが許されていました。上巳、3月に行い、近くの川に行って川の水に足を入れてみそぎをします。みそぎは形だけで、近くに敷物を広げてご馳走を並べて飲み食いしました。副日、夏にある祭りで牛を潰して肉を切り分け、酒を作って飲み食いしました。役所も早く閉めてしまう習わしだったようです。老日、冬に行いますが副日と同じような内容です。夏至、観光庁もすべてお休みで、家に帰りご馳走を作って飲み食いし、近所の人と団らんしたということです。冬至、夏至と大体同じようなことをしたようです。春秋の社祭り、農作業の始めと終わりの収穫の時に行った祭り。日本の夏祭りに酷似した春秋の社、この8日間の祭りの中で周の時代から続き、また日本の夏祭りにとても近いのが春秋の社の祭りです。この時代の人々は大体25度くらいの里が一つになり、集落に社を作るのが習わしになっていました。社は土を盛り上げて基礎を築き、正面には門を構えて、敷地内にはたくさんの樹木を植えたと言われます。本来土地の神様を祀るもので、日本の鎮守の森と同じ発想です。旧暦の2月と10月に祭りを行い、10月には収穫祭で太ったお牛を生贄にして来年の豊作を祈ったそうです。日本では鎮守の森ばかりでなく、夏祭り会場は神社やお寺になったりしますが、いずれも緑が多く木が生い茂るのは共通した特徴ですね。陳平が肉を公平に切りさばいたのはこの春秋の社だった。式には兄夫婦の居候だった陳平が里中の社祭りで生贄の肉を公平に分けて村の長老たちの評判を得たとありますが、陳平が肉を切り分けたのもこの春秋の社祭りでした。ここで切り分けた肉は村の人々に分配され、酒も振る舞われて、社の周辺は里中の人々でにぎわいました。そればかりではなく、神が宿る社は揉め事が発生した時に嘘偽りを言わないという誓いの場所にもなっていました。孔子の弟子が鳥を取ろうとして叱られた神聖な社。社は神聖な場所で、普段から人がゆえなく入らないように管理されました。孔子の弟子の白と志向が社の前を通り、樹上の鳥を白が取ったので管理をしていた番人が怒り、志向が慌てて取りなしたという逸話もあります。また五感の学者の西遊は、新しい社ができた時に頼まれて火を書いたりしていることから、五感の頃でも社は大事にされていたことがわかります。三国志ライター川嘘の独り言。このような春秋の社の祭りは南宋時代までは続きましたが、モンゴルの元が中国を支配すると禁止されるようになり、その後途絶えてしまったそうです。その理由は、社には大勢人が集まり、笛や太鼓をどんどん鳴らすので、モンゴル人官僚にはそれがモンゴルに反逆するための戦の準備に見えたからだとも言われています。このような様子を聞くと、ますます日本の夏祭りに近いですが、習慣が滅んでしまった今となっては確認もできませんね。本日も三国志の話題をごちそうさま。